みんな、こんにちは。今日は、最近買ったゲームの紹介を、なんか、第3回かこれが。まあ、3回目の、最近買ったゲームの紹介をする。なんか、最近は、あんまりゲーム買ってないけど、まあ結構探しに行ってるけど、なんか欲しいやつは見つけられないな。でも、まあ今日は、なんか最近欲しかったやつを紹介する。最初のやつは、これです。これは SNK vs. Capcom Card Fighters DS。これは結構古いね。なんか、2006年の DS ゲームだけど、ずっと前のネオゲオポケットカラーの、なんかその、ずっと前の、ゲームボーイみたいな、ネオゲオがあって、この、SNK vs. Capcom の、カードファイターズのやつがあって、それはよくやってすごくハマってた。でもこのゲームはレビューが全部悪いみたいけど、そのネオゲオ版に似てるなら絶対楽しいと思う。まあキャラクターが好きだからまあ良くなっても。多分好きになるキャラクターで。それだけだった。次は、二つの PSP ゲームの方。最初は、僕、魔界村界。これは、買いたかったけど、いつも、見つかったやつは、いつも、界じゃなくて、普通の極魔界村だった。なんか、普通のごく魔界村が、貝のバージョンに入ってるけど、貝のバージョンは、もちろん、なんか新しいコンテンツが入ってるから、こっちが欲しかった。やっと、見つけた。まだやってない。そして、実は、魔界村シリーズは、ずーっとやってない。本当に、スーパーファミコンのやつは、最後やったやつ。本当に。そして、一番ハマったやつは、ファミコンのやつ。子供の時にいっぱいやってた。なんか、すごく頑張っててクリアした。最初の魔界村。でも、その後、なんだっけ、スーパーファミコンのやつは、クリアしてないかもしれない。本当に。覚えてないけど。まあ、その後、ずっとこのシリーズやってないけど、PSP 版が欲しかった。そして、次は、Persona 3。これは、1と2をやったから、3もやりたかった。まあ、4もやりたいけど、これは、4は PS ビータに出るらしい。でも、3は、PSP だから、今できる。それで、買った。なんか今、アトラスの、デボルサバイバー2をやってるから、それが終わってから、ペルソナ3をやる。そして、一つの Xbox のゲーム方。これは、エルシャダイ。これは、エルシャダイは、なんか、今、たぶん、2週間前アメリカに出たんだけど、日本に、いつ出たんか、何ヶ月前けど、なんか、すごく、やりたかったけど、そんなに、買いたくなかったかな。値段が高くて、買いたくなかったけど、やっと、値段が下がって、2000円で買った。2000円になると買う
って考えてて、やっと2000円になって買った。まあ、まだやってないけど。まあ、このゲームは綺麗だけど、なんか本当に、ビデオとか見たらすぐわかる。綺麗。このゲームは綺麗。まあ、いつかやる。そして、一つの PS3 のゲーム買った。これは、なんだ名前は、無限回路。光と影の箱。は、これは本当に、ずっと前からやりたかった。あの、体験版をダウンロードして、あの、PSN でダウンロードしたかった。なんか、本当は、なんか、アメリカの PSN だったら、このゲームは、まあ、1200円ぐらい。本当に。でも日本だったら、本当のディスクになってるから、5000円ぐらいで買わないといけない。日本人はかわいそうじゃん。日本にいる人はかわいそうじゃん。これは本当に1000円のゲームぐらい、アメリカで。日本だったら5倍ぐらいで。ありえないでしょ。でも、本当に、あの、今日は中古ゲームやで、あの、900円でこれよかった。それで、大体アメリカの値段と同じになって買った。でも、本当に体験版をやったから、本当に楽しいゲーム。な、一番も、あの、やったから、なんか、本当にいいゲームと思う。ただ、値段が高すぎて買わなかった。でも、今日は安かったから、やっとこのゲーム、買った。そして、最後、一つの、スーパーファミコンのゲームだった。これは、コロノトリガーだった。これは、あの、鳥山キラーがあった、なんか、このゲームのキャラクターとかデザインしたから、まあ、彼のなんかスタイルが好きだから、あの、その、絵とかが好きだから、ドラゴンボールとかが好きだったら、このゲームのキャラクターとかも好きかもしれない。でもこのゲームは日本にそんなに人気あるかどうかわからないけど、アメリカだったら結構人気ある。そしてこのスーパーファミコンのゲームはかなり高い。英語版だったら1万円ぐらいかな。これを200円で買ったから。なんか英語版じゃないから、なんか売れないみたいなって感じだけど、英語版だったら本当に高いゲームになってる。そしてかなりいいゲーム。ずっと前やったんだけど。かなりいいゲーム。クロノトリガー。まあ、有名みんな知ってるかもしれない。それで最近買ったゲームを終わった。6個しか買ってない。で、それは、あの、今 YouTube ビデオ作ってるけど、英語版と日本語版作ってるんだけど、あの、実は、英語は母国語だから、英語の方は作りやすいんだけど、日本語のビデオの方が人気みたい。どうしてかわからないけど、あの、日本語の方が、ビューが倍ぐらいになってる。英語版と比べたら。だから、これから、英語だけのビデオを作ったら、あの、最低、あの、日本語字幕をつける。それで、日本人も英語だけのビデオを見れる。それは日本、なんか俺のビデオは、なんか、日本の方に人気があるみたい。まあ、人気じゃない。全然人気じゃないけど。あの、日本にいる人、なんか日本語版のやつが、まあ英語より見れてるから。あの、英語のやつは、だいたい日本のゲームのレビューだけ、英語だけのやつ。でも、まあ日本人は外国人の、あの、意見が聞きたかったら、まあ、字幕つける。それだけは、日本人だけはみんな、なんか全部のビデオ見れるようにするかな。あの、日本語のビデオは英語字幕は つけないから。でも英語版があるから、英語版が見たかったら
ぜひ英語版も見てください。じゃあそれで終わります。また今度ね。